君らは大ヒットさせるようなお話が作れない。我々ジャンプ編集部には大ヒットさせるお話を作れる原作はいくらでもあると。なぜか鳥島さんのですね、カラオケをですね、死ぬほど聞かされて、星空の下のディスタンって言うと、女の子が、燃え上がれ、愛のレジスタンスっていうのをですね、あれ3時間ぐらいカラオケを聞かされて、当時の担当編集者の鳥島さんは、やっぱそのドラゴンボールのですね、アニメの作り方っていうのが、原作を消費しすぎていてですね、漫画を動かしてる以上のものがあまりないというふうに考えたらしくて、あの当時ガイナックスの、まあ、あの僕や山賀君に接触してきてですね、ジャンプ専属のという言い方はしなかったんですけども、本当に今考えると言外にその意味ですよね。つまり、君らは、アニメーションを作る実力があると。しかし、オネアミスの翼、王立宇宙軍っていうのを見たら、もう分かったんだけども、君らは大ヒットさせるようなお話が作れない。我々ジャンプ編集部には大ヒットさせるお話を作れる原作はいくらでもあると。今んところジャンプは東映動画ともうほとんど一社契約みたいな形でやってるんだけども、そうじゃない形で、まあ今のね、マーベルスタジオみたいなものを考えたと思うんですね。直々にですね、話を受けてですね、山の上ホテルでですね、集英社の作家がですね、おこもりする専用ホテルとして有名な文芸の人たち、文学者がですね、おこもりさせられて原稿を書かされるですね、あの山の上ホテルですね、あそこの天ぷら屋に呼ばれてですね、めちゃくちゃ高い天ぷらを食べながらですね、その後キャバクラに誘われてですね、なぜか鳥島さんのですね、カラオケをですね、死ぬほど聞かされて、星空の下のディスタンス。ジャンプ、あの、マシリとかですね、星空の下のディスタンって言うと、女の子が、燃え上がれ、愛のレジスタンスっていうのをですね、あれ3時間ぐらいカラオケを聞かされて、俺と山が、俺ら何しに、その時山がもあんまり酒飲まなかったんです。僕も一滴も未だに飲まないんですけど、何しに、なんかジャンプの漫画、アニメの話、どこ行ったんだって思いながらですね、なんだこのアンコールっていうので、鳥島さん大ご機嫌っていうのです。